けた開けた開けたのかな。はい、どうも。おまた、皆さん、おまた今日さんがなんか失笑しはったで、今なんか冷たい感じだったのみたいな皆さんこんばんは、元気はい、ちょっと10分押しましたがね、ちょっとねバタバタでしたんや。そうなんですよ、ほんとね。こんばんは、どうも9月だよ、ね、もう台風シーズン入ってきましたね。え、台風シーズンなの？もう終わったんちゃうの？あ、今、はい、台風シーズンな。9月が台風シーズンなのかな。本番ですね、これからね。あー、やだな、本当にやだな。やだねったらやだねーやないや、パクリやんそれいや、はい、皆さんこんばんは、どうも。はい、こんばんは、こんばんは。そう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 、そうかな。いつにも増してコテコテですねって。まあまあまあ、コテコテやもんね、僕ね。ね、関西弁がコテコテってことですか。そうね、そうですね、コテコテじゃない時の方があんま少ないんじゃないですか。ライニーさんはね、やっぱ東大阪と八尾の出身やから、ほっといてもコテコテ出ちゃいますよね、僕ら。え、アシアちゃん八尾やろ。え、僕八尾ですよ。俺でもあれやもん、俺アシアやもん何がすごいですね、9月入ってもうびっくりするぐらい嘘つきましたね、今こんな嘘つく疲れたことないです、僕。何がいいな。え、あ、ちゃうちゃう、ごめん、大阪やねん、俺美濃やもん、だって出身兄さん、え、美濃の滝、何がですか。美濃の滝浴びて育ったんですか。いや、ちょっとあの竹うだでこうなのかもね。違うでしょ兄さん、僕と一緒の大和川の水浴びて育ってるでしょ僕とそうやな、でしょ、はい、すべき。いや、お前はもう東大阪の人間やもんな、コテコテやで、はい、うん、うん、タカさん足怪我、あら、バレちゃった。バレるかそらそらバレだってね違和感がやっぱありますよね、これ見てても。僕あのね、よう見つかったねこれ誰が芦屋に謝ってくださいね。芦屋が俺に謝れ。ああ、いいな、それ。名言出ましたね。芦屋が俺に謝れ。いいですね。知らんけど。おもろいな。あのね、そうなんですよ。ちょっとね、まあ、誰かがこう、誰かが気つくえへんかったら俺言わんとこ思ってたんや、今日。いや、ほんまに。あんまりこう自分が言いたないから。気つくか、そら。違和感しかないですもん。あ、そう。だって僕も入ってきた時、なんか何が違和感あるか分からなかったんですけど、やっぱ違和感ありましたよね、うん、いや、そうなんですよ。あのね、そう、怪我したんですよ、足、左足のね、うん、実はあのタカさん、昨日ですね、昨日は、はい、もうほやほや、怪我してほやほやですよ。ほやほやって言うんですかそれできたて、できたてほやほや、はい、左足の親指を実は骨折しました。あざっす、あざっす、すこぶる痛いです。はい、ちょっと9月29のワンマンライブ前にですね、足をちょっとやめて、足をそのもうサスペンス劇場みたいなのあったりやん、そのなんかそう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 、ほんまな、そうなんですよ。ちょっとね、この左足の親指をね、ちょっとね、まさかね、骨折しちゃってね、ちょっと足引きずって歩いてるんですよ今。びっくりしましたよ、ほんまに。僕もそうやな、と思って、だってこの中田もね、今まで、そう、まずあんまサンダル履いてるイメージがなかった、どうしたんかなと思って。そうやね、骨折ってびっくりしましたよね。そう、靴履けないんですよ。そりゃそうですよね、指もね、親指っていうことなんで。で、ちょっとまあ、まあ、ちょっと、まあ、まあ、もうみんなね、こう気ぃついてくれたからあれなんですけど、骨折だけで爪割れてますね爪割れてますね爪がね、人蹴りましたで、やがましはほんますごい、なんかすごい、なコメント入りました人蹴りましたちょっと待って、
ちょっと待って、そんなことしたことないです。本当に。ましたって本当にね、あのね、いや、言いたいんですよ。あのね、昨日、あの要は僕水泳行ってるじゃないですか。はいはいはい。で水泳行って木を泳ぎました。はいはい。上がりました。で帰、まあ男子更衣室に向かう道中につるんと行ったんですよ。何でつるんと言ったんですか、その歩いてて。なんかその、たまたまその基本滑れへんねんけど、あの、ね、ちゃんとメンテナンスやってくれたのからありますよね、そういう。たまたまちょっとすなんか滑ったよね、一瞬で、あっと思って左足で多分支えたんだと思うんですよ。こけたらあかんと思って、だから手とかついてないのよ。はいはいはい。あっと思った瞬間に左のこの足をこうグッと支えたんやけど、それが普通にこう支えたんやけど、こう親指でこう中にこう行っちゃったんよね。ああ、畳んでもったんですね。畳んでしもったんですよ。あら、ほんだらその左、俺のこのほぼ全体重が一瞬やで、一瞬だけこの左足の親指に全部かかって、開いたー、はい、開いたっすね、それは、はい、グキッと。むっちゃ痛い。そりゃ痛いですよね。うわー、夏でよかったですね。いやほんまや、全然これ真冬やったら足こう凍ってまうで俺。夏でよかったですね、あれ。いやほんまにほんまにもうね、ちょっとね、ほんで、で最初ほっといてん、あの、はい、足をね、怪我して、そう、怪我して痛ーって言った時に、その、まあちょっとほっといとってん、ほんだら、まあちょっと、まあ、ちばーって出てきて、いや、えらいこっちゃ思ってで、パッて見たら、まあまあそら痛かったら血出るわな思って、うん、で、パッて見てたら、なんか血止まれへんし、だんだん足腫れてきてさ、見る見ると、そう、そうですね、えらいこっちゃ思って、うん、いや、そうそう、跳ねるとね、そう、ほんで急遽ちょっとあのほんま飛び込みで整形外科行ってきたんですよ。ですぐレントゲン撮って言ったら、あ、青山さん、これ若干ちょっと具合悪いでえ先生具合悪いのって、いや、そんな大したことないねんって言うねんけどさ、具合悪いでてて大したことないでむちゃくちゃやろもうドキ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 しちゃうよ、横にないな、うせやん思って。まあね、骨折る、骨折ってるイメージはないですもんね。そう、ほえでもうなんかもうで、まあ、ちょっと、まあ、消毒してもうて、あ、もうこれ完全爪が割れてるから、あとやっぱりちょっと、はい、ちょっと骨折してるんで、お嫁さんこれ時間かかるわ言って、お嫁さん仕事何されてるの言うから、音楽してるんです。え、音楽って何言うから、いや、うとうと出ますね言って、うん、はいはい、それいつですか言うから、まあ、9月29日今月なんですよと、ああ言うて、あ、それは具合悪い、そう、いや、え、先生それまで治るっしょっつったら、いや、さ、そんな早く治らんで言われて、それは治らんですね。やっぱ1ヶ月、2ヶ月はかかるんですか、完治するのはね。そう。いや、ほんで、うん、いや、先生、そんなあかんわって、そ、結構大事なワンマンライブで大きいねんって、200人近く入んねん。ああ、そんな大きいんですか言うて。ほんで、なんか、司令塔で宣伝しとんねん。先生、来る言うて。初対面。あのサポートに。そうですね、そう。サイドに。そう、サイドにちょっとずっと来てよ。ちょっと明日も行くから言うてくるわ、先生。いいですね。先生、ちょっと来てや。うん、ほんでな、言うてから、ちょっと、いや、さすがにそんなもん、そのライブではセッター無理や、言うて。先生どうにかしてくださいよ。だからば分かった。とりあえず爪がちょっとくっついたら超音波で当てると若干早い、あの、治り早なったりするから、それまでちょっとあの、お嫁さんもし大変だと思って毎日来れるって言われて、え、先生毎日 何しに行くんって言って、えって言ったら、消毒、消毒しに毎日来なあかんのって。あ、自分でやらんと病院でや、まあ、病院でやる、産んだらあかんから、あ、なるほど、来てくださいって言われて、なかなかそれも大変ですね。そうやね、毎日毎日。だからまた行ってきます。うわー、はい、びっくりしましたね。ということで今日の配信終わりです。はい、報告でした今日の親御宅のプチ報告でした。ということでみんな怪我に気をつけてということで、またね。いや、ちょっとごっつ暗なるわ。おおきに。あ、よかった、そうそうそう、頭打ったりね。そうなんですよ、うん、歯が割れるとか、そう、頭からいかんかってよかったねって言って、ほんで、まあ、ほんまそうっすよ、すごい大きい骨折じゃないっていうのと、そうそうそう、よかったねって言われて、よかったですよっつって、うん、ただね、今ね、すこぶる歩くん遅いです今やったら勝てるんじゃないですか、みんな、はい、今ちょっと襲わんといてください下半身一番弱ってますからね。ダメでしょ、あのブレーキングダウンみたいな感じでちょっとやめてくださいよ。まあ、やり返すけどね、上半身だけでうりゃー
はい、まあそんな感じで、まあ、ちょっと元気だよ、タカさん元気です。はい、でほんま最初な、ちょっとこの足が怪我してるから、この上あの足入れんといてもらおうかな思ったんや。もう遅いけど、ほんまや、めちゃくちゃ足の下白なってる親指だけ、うん、いやほんまに終わっていい、みんな今日終わってんやったら終わるけど俺、うん、そうですね、はい、まあまあ歌いましょう、せっかくやしね、僕自身もほら歌ったら元気になるし、ね、ということで、まあまあ1曲目は大好きな曲ですね、シャララという曲を皆さん聴いてください。言葉じゃなくても透明な想い
大きに。ええ歌やね。大丈夫そうですね。どういうことですか。いや、歌えそうですね。はい、歌えますね。ね、はい。はい。そっか、ダンスできないですね、でもね。こう。こうね、しばらくね。そう、あの ね、そのダンスがね。ちょっとあの上半身でこう鍛えとかなあかんすね、この手首を。そうやね。ちょっとね、鍛えとかなあかんもん。美しい声、ありがとうございます。BD 見て、あ、ブレイキングダウン見ましたよ。はい、見た見た。東京の夜景見ながらレモンサワー飲んで、タカさんの歌声聞いてる絵は骨折なんてヒーニング3、ドンマイドンマイ治る、ありがとうございます。レモンサワー飲んでんねや。エグザイルやな。エグザイルでレモンサワーちゃうかったっけなあ。あれほんまなんやのか。そう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 、なんかそっか、優雅な感じでんな、ね、そうそうそう、そうなの、美しい声ありがとうね。そう、ブレイキングダウン、みんな女性陣でブレイキングダウンとか見んのかしら。どうなんやろうね。あんま好きじゃない人も多いかもしれないですね。確かに。うん、え、亮太は 見んのブレイキングダウンとか。見ひん、見たことない。あ、K-1 とか昔見たけど、今は見えへんの？それなんでなん？興味ない、あんまり。あ、でもまあ見る人は見る人やってんね。団体がいろいろ増えたからじゃないですか。あの時 K-1 ってまたね、アンディ・フグとか、確かに確かに、本当あれだけをみんな見てたけど、今もうね、いろいろ団体もあるし。え、清さん見るんすか？あ、見ないですか。まあまあ見えへん人見ないですもんね。そうですね。俺めっちゃ見るよ。またちょっとブレイキングダウンはまた特殊でしょ。ほんで、そう、ブレイキングダウンはね、ちょっと特殊だよ ね。まあちょっと賛否はもちろん、まあまあね、いろんなあるとは思うんやけど。そうですね。そうやね。だって絹なんかだってあれやで、あの5月にほらライブやったじゃん、はいはい、前のケイニーのラスト、あれ絹おったやんね。はい、いましたよ。あの時になんか、兄貴ブレイキングダウン出たらいいじゃないですか。そう、お前な、何でもかんでも言うたらええもんちゃうど言うて。兄貴いけっしょとか言って、いけるかってそんなもん言うて。まあ、あの感じで出るとまあちょっとどういうイメージつくか結構微妙ですよね。そう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 、うん、めっちゃ見てはりますね、みんなね、うん、ね。ああ、大阪があったじゃないですかって、めちゃくちゃ見てるやん。ねえ、あの喧嘩自慢なの。俺あんまり、まあ格闘ですけど、喧嘩自慢とかあんま興味ないかな。まあ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 。とか言って見んねんけどな。ね、うん、見んねんけどね。うん、確かに確かに。まあでも、我が弟、淳君も出てたもんね。出てましたね。出ました、出ました。なんか、頑張ってありましたね。はい。1週間ぐらい前に、だからちょうど、僕、東京行ったんで、淳君とランチして。それ試合後ですか？うん、試合前。前ですね。うん、1週間、ちょうど1週間前ぐらいに。東京で淳君とランチして、なんかいろいろ思い熱く語っとったわ。なんかそんな感じですよね、うん、あの試合終わってから1個も連絡ないけど、あいつひどない。あれでもそうか、怪我してないですもん別にね。怪我は俺がしてる。しまった、素敵なふりをしてしまいましたね。全然全然、全然格闘関係ない。あのプールサイドでズコってなってプールサイドでズコってなって折れるってわけわからへんわ。ほんまもういいっすね、プールサイドでズコって折れる。そんな曲作ろうか、プールサイドでズコって折れる。いやほんまねえ、いやまあまあ、まあまあ歌うか。まあでも次の曲もね、すごいいいよね。これいいですね。いいっすね。満を持してというかね、はい、何回かアコーではやりましたけど。そう、アコースティックでは。そうそう、そうだよ、やっとこうトラックでできますね。ほんまにね、かっこいいんですよこれ。かっこいいよね。じゃあね、皆さんちょっとまあノリ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 な感じでいきましょう。あのね、田原俊彦さんのね、前はあのアコースティック2人でやったんですよ。まあまあそれはそれでちょっとまあ面白い感じなのと、まあこの動機っていうのはね、まあ、これも多分好きキャラあると思うよ。なんかいろいろ聞いてるとやっぱり
結構そういろいろあるのやっぱり同期もなんかまあ好き嫌いあのギターだけの方がええとかな、まあ、まあまあそうそうそう、まあでもあのいろんな楽しみ方の一つということでね、せっかくなんでね、まあ僕のコーラスいっぱいもそうやしさ、いろんな音をこうあの本当にあの魂込めて作ってるんで、まあまあ楽しんでくださいや。はいはい、じゃあごめんよ涙、みんな行ってみよう。
かがだったでしょうか。今の兄さんもあれですね、痛いよ涙ですね。これね、タイトルが痛いよ涙ですね。ほんま痛いよごめんよ涙でしょ。痛いよ涙、痛いよ涙でも、ほんまね。いやジュン君、ああかっこいい、どうかっこよかったでしょ。なんかこれはこれでね、すごい、なんかもうワテのコーラスいっぱいこれドア頭から入ってたっけ。ドアね、そうですね、ドア頭入ってますね、はい、かっこいいですよねこれね。また全然原曲と多分全然違う感じです。そうやね、全然原曲と違うもんね、うん、あのハマりすぎ、ありがとう、かっこいい、うん、ありがとう、芦田さんうまい芦田さんうまいって来たよ。 ありがとうございますなんか嬉しいな、この表現、なんかうまい、あのしかも このうまいってなんかあの美味しい時のうまいよねこれ ね多分そう面白いですね、うん、うまいっていうのはね、シューマイうまいぐらいの感じのね。ありがとうございます。高橋さん、今夜も東京から何人か見てくださって大きにです、東京からありがとうございます。はい、ありがとうございます。わざわざ本当ね嬉しいね。いいですね、東京から、はい、どこでも見てもらえますからね。そうどこでも見てもらえるから。そうそう、純くんなんか熱出たよね。ん、純くんが熱出たよ試合後。ああ、そうなんですね。そうそう、見たい。なんかほう、あの SNS は見てんねんけどさ。へえ、まだ。そうそう、ああそうそう、だからあの9月の26だよね。9月の26に大阪の、ね、どこやったか忘れたけど、あの大阪であ、そうですね、そう、僕もめっちゃ忘れました。あの純くんの、はい、じゅんくんがライブするんですよ。でそれでまた ありがたいことにゲストで出させていただくんですけど、何ちゅうとこやったかな、忘れました。そうですね、はい、はい、会えますねその時にね。はい、またよかったら皆さんぜひ来てください。そうやね、なんかね、楽しみだけどね、それはそれでね。そうですね、まだね、うん、ああいうの出会ってどんな感じなんかまだ聞きたいですね、うん、なかなか身近でいないんで。そうやね、じゅんくんと私小山貴之のオリジナル曲はその時だけしか歌わないというね。あ、そうですね、はい、ほんまやそうなんです。ぜひ皆さん遊びに来てあげてください。うん、はい、ジュン君も頑張っとるんで。ほんまそれですね、ほんと。いや、まあまあ、あとは9月の29ですよ、みんな9月29だよ。ほんまに来てください、ぜひ。アメリカね、 9.29、 やっとセットリストが決まりましてですね。なあ、しゅうちゃん。そうです、やっとね、決まりましたね。なかなかやね、今回。ボリューミーですね。大丈夫ですか、その足で乗り越えますかね。多分、いや、ね、これ想定外やからね。想定外も外ですね。ちょっとオプションとしてはなかなかの外ですね。そうですね。結構ハードな内容にはね、はい、なりますという感じではお話されてた。だいぶ上げ上げじゃないですか。どうします、兄さん。この足ね、なんかこう痛みをどうしたらいいんでしょうね。やっぱ踊りたくなるじゃないですか、こういうのって。踏ん張りたくもなるし、はい、そうやね、ね、今回はほら結構本当にノリがあるのが多いからさ。そうなんです、ちょっと皆さんにもちょっと立ってもらおうかなと思っております、今回は、ね、はい、汗だくなる感じの。そうそう、みんな汗だくになって汗臭い感じで帰ってください。あ、いいですね、はい、あ、じゃあぜひ、ということで T シャツ販売していただいて、ほんとほんと、お着替えを買っていただいて、お前はね、ほう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 、芦屋の方そんな言わないです、ほうって。ごめんなさい、ごめん、遊ばせいやいや、もうお釜にならず大丈夫です、兄さん、お遊ばせ言って。そうだよね、そうだこれだから、これ関東関東ですもん、なんか全部コンセプトがずれて、芦屋に全部ずれてるな。芦屋の人ってどうですか。まあごめん、まあ、遊ばせ、なんかちょっと品はあるよね、やっぱね。そうですね、うん、でもだからそうだよねのイメージ。足跡がそのまあなんか分からんけど、そのどうなんやろ、なんかごめんやでとか言わへんのかな。いや、あんま聞かないですね。なあ、ああ本当ごめんねって感じですよね、うん、確かに、うん、確かにね。兄さんはどういうこと、踊りたい。兄さんはローラースケートとか入っては誰が光る源氏やねん。親指、骨折れてんのにローラースケートってなかなかの拷問です。あのな、靴履きたでも履かれんから今日スリッパで着てんねん。骨折ってローラースケート履いてきましたよって。全部折れるわ、マジ変になってくねんって。むちゃくちゃおもろいですね、それ。お前はもうびっくりした。9月に行く、楽しみだよ言うて。ほんとね、どうっす。
まあまあぜひ、あ、行きますよ、ありがとうございます。まああの9月入居はね、本当にまあまあいろんなね、ちょっと遠方でちょっとなかなか行けないという方もいらっしゃるでしょうし、まあ予定がもともと入ってたいという方もいらっしゃると思いますが、でもね言うときます、来ないと損です。それぐらいのライブはお見せします。はい、曲、大山さんの曲1曲も知らんねーって言うても構いません。絶対楽しませるんで、はいはい、絶対大丈夫です。それはお約束します。本当本当、カバーより楽しいですよ、それは、ね、まあ、本当 ね、 ね、うん、そうなんですよ。まあだからちょっとね、いろいろまあまあそこに向けてこの話でちょっと頑張るわ。そう、また9月、またね9月の、20日までに、私はほらこの間言ってた夜中の音いたちっていう番組、カンテレのこの間収録行ってきましたよ。そうなんですね、はい、追ってきました。 NMB48 の中からさ3人、お3人ちょっと追ってきましたよ、もうこれもう本当にね楽しすぎてさ、もう打ち合わせもちろんするんやけど、こう入り時間前に打ち合わせ入ってさ、ほんでまあプロデューサーの方がこう挨拶してしに来てくださって、でいろいろ打ち合わせして、まあ初めましてんプロデューサーの方は。で喋ってこう、まあ台本があって、でまあここでこうであんなんで言って、まあちょっと内容な中身は言われへんねんけど、でちょっと喋るやん、全然喋りますよって。ほんでまあNMB の3人さんはちょっとしっかり、まあ台本通り結構こうきっちり、まあ真面目で進められるんでみたいな、あ全然全然いいっすよっつって、まあ、でも台本も前日やねんな、届いたん、うん、まあまあまあ別にかまへんからさ、うん、はいはい言うて、ほんで当日打ち合わせしてたら、いや大山さんこんなんやってください、いやもう全然こんな台本じゃなくて、まあ、こんなん言うてください、あんなん言うてください、もうてんこ盛りにあって、へえ、その当日もう、そうアドリブでみたいな、出る30分ぐらい前、うーん、思って、いや全然でもかまへんねん、俺全然喋れるから、うん、ええねんけど、でも言うてな、うん、俺の番組やないしやな、俺一応ほらゲストやん、そのゲストが俺そんな、逆にこれ言ってください、あれ言ってくださいだから、俺が MC みたいな感じで、逆にその彼女たちをみたいな感じやって、へえ、結構、あ珍しいですね、へえ、そんなんしていいんですか言ったら、もう全然いいんですよ、もう大山さんにかかってます言われて、逆回し逆MC、こんなん言われてみ、大山貴則スイッチ入りまんがな、あら、ほんなもうめちゃくちゃ喋り倒してしもてな、どう編集されてるのかちょっと俺も楽しみ、そうですね、編集は入りますからね、もちろん長さがある、そうなんですよ、皆さんちょっと楽しみにしてて、それはいつなんですか、ね、まあ13日からこう言ってくださいって言われててんけども、言うてもええんかな、もう、あ、そのいや告知13日からじゃないとダメじゃないですか次回一応それはあの、ね、あの解禁のあるように解禁日があると思う、多分そのもうこの辺まででかかったけど俺なんかもうベロの下まで、ベロの下までってなんやねん、ベロの下はよくわかんないですけど、俺喉 の奥までって言いたかったのにベロの下って思いますね、うん、新しいの出ましたね、怪我してちょっとおかしなってる、いつもか、ごめんな、ちょっとまあでも後期やった方がいいでしょうね、多分解禁は9月の20日までの日程で放送されますんで、うん、皆さん、はい、昨日も放送されてるし、その先週も放送されて、なんかねよう分かれんねんけど、めっちゃ短い時と俺の PV がっつり、いつ OK よな、がっつり流してくれてる時があんねん、うん、あまあまあ時間のあれでしょうね、そう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 、え、行って歌いはったんですか、うん、結構でもねトークは長いです、それはがっつり流してもらえるんで、ぜひまあ来週再来週、ほんで言うたら日にし言うてるようなもんやな、やめとこもうもう、はい、喉の奥からこぼれ落ちてますもん、はい、ぜひ皆さんぜひ見てね、まあ見られんかったら関西の皆さんはほらまあ、ちょっとね夜中の3時ぐらいなんでね、はい、録画していてください、はい、てな感じで、はい、じゃあね、ちょっとバラード一曲というか今からワンコーラスだけちょっと心込めて歌いたいと思います、はい、歌うたいのバラッド
どうでしたか。はい、いやー、まあいやもう楽しかったね。いやほんまね、日々いろいろあるよな。ほんまにいろいろあるわ。気をつけてくださいよ、今度あのかばいすぎて怪我するってよくあるやつ、ね、あ、そうやね、あるんですよね、ほんまに。そうそうそう、気にしすぎてて右足も事故るってパターンがあるんですよ、マジで。いやほんまそうやわね、ほんまそうや。いやそうなんですよ、ほんま骨折ったりするとね。そう、気をつけないと。なんかね、いやまあちょっとでもなんかこの9月29日までそのプール水泳できないっていうのが悔しいよね。そうですね、あの絶対こけるでしょうね、行ったらね、はい、絶対やばいと思うんで、はい、しばらくちょっとお休みですね。やだな、せやな、まあちょっとね動かれんのはしんどいですよね、確かに気持ち的にね。まあそうやったら制作頑張ろうかな。ええのできてるよ、みんな。あ、聞きましたよ、歌入ってるやつ。よかった、よかったですね。よかったよかった。あ、こもちょっとあのコーラス入れたのよ。入ってましたね。はい。でもめっちゃかっこいい、あれやばい。りょうた聞いた？りょうたの僕というか、どうやった？あ、どうでした、あれ。あれよな、全然ちゃう感じですよね、またね。びっくりするよな、あの、おさんの歌い方が、うん、変わったでしょ、またね、あの最後のだけああいう歌い方すんあ、ね、分かってくれた。ちょっといやちょっとと思いました。なんなんこれ、コンときますね、あれね。あれよかった、うれぴーな、あれはよかったですね。タカピーうれぴーよピーしかピーしか言いませんでした今カキピーぐらいしか聞こえませんでした。誰がカキピーやねほんまにマジも伸ばしてるもんだ、子供みたいにもピーンってあれはでも言ってない、言ったらダメですね、まだ解禁してないですか、あれ。と新しい声を聞かせては言ってありましたもんね、まあ、声を聞かせてもアレンジがすごい変わったし、だいぶ変わりましたね。まあでも言ってもいいんかな、別にな。そうですね。どう思う、曲タイトルとかどうなんやろ。
そうやな、うん、どうぞ、しょうちゃん。あ、僕言うんですか。あ、それはお兄さんの曲ですから。It's gonna be alright という曲がありますでしょ、皆さん。 It's gonna be alright ってやつね。あれはもうね、結構あの配信でコロナの時によくやりました。そうそう、元気が出る、元気が出るテイストやったんですけど、ね、そうなんですよ、うん、まあ変えてくれというオーダーやったんで、はい、これちょっとちゃうねイメージというね。それやっぱ、前のやつもいいんやけど、ね、いいですいいです。基本的に全部好きなんですよ、もちろん、うん、でその時もちろん全力で作ってんだけど、もちろんもちろん、やっぱりね違うね。なんかありますよね、それって、うん、やっぱこここうしたいなとか、はい、やっぱずっとあって、でそうなんですよ。だからちょっとそういうので、いつがなべおられても、最初の声を聞かせてるの、あなたの、ね、あ、声を聞かせて、もう全然歌い方ちゃうもんね、いつがなべおられてもね。なんかあしらちゃんこうアレンジして帰ってきて聞いたんや、はいはいはい、でちょっとまあ、デモ作ってさ、うん、まあ、ちょっとこうやり取りせなあかんからこうパッと作ったんやけど、うん、パパパッと、はいはい、もうあの感じでしか歌われへんわけよ。まあそういうサビのイメージがね。 でも最後の最後で、あっ、うん、と思って。そうですね、来るかな、開けへんかった、2番も来へんかった。ちょっとこう、でもあれはでもすごいよね、はい、来ましたね、うん、ごめんね、全然みんなちょっとなかなか分からへん人も多いと思いますけどそうですよね、ぜひあれですね、ライブに来てほしいな。それはその感じでやれる、はい、とこまでやりますもんね、はいはい、ちょっと今回はそうですね、まあよかったら、まあ、またちょっとこれ打ち合わせしてようかなと思ってるんですけど、まあ、セットリストをさ、なんかね、うん、ライブ終わった後に例えば貼り出すとか。そうですね、ライブを集合、うん、集合ちゃんはライブ終了後にちょっと、うん、今日こんなん歌ったよっていうので、あ、いいですね、ライブハウスのね表側にこう貼り出すとか、うん、まあできたら。そうですね、知りたいですよね。そうそう、こう写メ撮ってもろってさ、はい、あ、それはそうなんだ、ね、うん、なんか、あ、何曲目がこんなん良かったとかみんなあると思うんで。あ、そうですね、うん、なんかそういうのもちょっとやりたいなっていうのがあってね。いや、いいですね。いや、ほんまにね、9月29日はもう頑張るはい、で、またね、ちょっと10月もね、新しくね、急遽なんやけど、ちょっとイベントというか、もう全然そのなんかもう決まってね、本当に、まあ、それもまた言いますわ、まあ、10月1日なんかな、ね、10月1日にちょっと面白いというか、本当にもうこう簡易的な場所でなんですよ、僕のミュージシャンつながりのやつが。そうやろ、そうやね、ここでちょっといろいろ久しぶりの方で話したんやけど、うん、いやもう大山君に声かけたかってんけどちょっとみたいにいろいろ言われて、そう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 、でもまあ、いや全然出るでええよって、まあ、また告知しますんで。じゃあ最後はね、ちょっとノリノリで終わりたいと思います。はい、これもねやったんですけど、これも、ラスト同期曲で、本当にコーラスいっぱいめっちゃかっこいいんで、はい、むっちゃかっこいいと思います。これはこれでぜひ楽しんでもらえたらなと思います。じゃあラスト、スマップの青い稲妻聴いてください。キスを避ける仕草で気づく嘘をさ、抜け殻の匂い抱いて登りつくよ。君が誰かといるだけで胸を不安が締め付けるよ。疑い始めればキリがない、抜けない棘だね。疲れのせいよと髪を直して注ぐさと、君はこの部屋を出るよ。青い稲妻が僕を責める炎、体焼き尽くす月中、冷たい君の素肌がいつも心
僕は照らしの渦の中君の荒の姿をもう違う誰かを意識しながら飛びて笑うのさ見苦しいほどに問いただせたら悲痛な気持ちも楽になれるけど遠い日の妻が僕を責めるほど全て焼き尽くすケチュ冷たい罠を仕掛けて君が心I miss you 火の妻が僕を責めるほどを体焼き尽くすケチュ冷たい君の素肌がいつも心震わせる惑わせて You're my girl全然違うな全然違うな皆さんありがとうございました青い稲妻怖くなってねちょっと間違いまくったわあの歌い節回し間違いまくったあれどんな感じで俺撮ったんやろうと思ってあれと思ってごめんなさいもう一回聞き直してくるわということでね、あざす今日もありがとうございました皆さん本当にあのありがとうねみんなの貴重な時間をね本当にありがたかったっすよまあちょっと今日は、左足の親指を骨折した大山貴教が、プチ報告ということで骨折しちゃったよという、はい、ね本当ねまあいろいろあるわね。まあちょっとここから日のならんようにね。はい。大事なライブがあるんで。まあ、まあ、スカッとね、よかったです。はい。まあまあ、あの、皆さんもちょっと日々気をつけていただいて。また来週かな？はい。そうなんです。今日はちょっと本当にね、バタバタしちゃってね。そうなんです。僕はちょっとね、骨折しちゃってね。歩いたらちょっと用意するのがちょっとなかなかスピーディーにできなくてでちょっと押しちゃったんですよごめんなさいねみんないえいえ全然大丈夫ですよまあまあまた明日朝一でね消毒しに行ってくるわ痛いんだよそれがそう本当ねまあ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 また来週はいみんな集まってください、うん、まずは、もう残り今日6日かな、ねあと23日後はいちょっとぜひ頑張るんではいみんなありがとうございますあわざわざありがとうお大事になさるでまあまあでもそんなねそんなひどくないんでまあ本当良かったんですけどまたね来週の、日程をまたアップするんでまたチェックよろしくお願いしますはいまた YouTube のねチャンネルも登録しておいてください皆さんそんなぐらいかなねまあちょっと目の前の9月29目指して本当に頑張りたいと思うんで。急遽ね、来れるようになったでもいいんでね、本当にぜひ、一人でも多くの方が集まってもらえることを願っております。今日もありがとうございました。皆さんの貴重な時間ありがとう。オンギター、芦田亮平、イエイ、拍手ということで、ありがとうございます。はい、みんなの貴重な時間ありがとうね。ゆっくり寝てください。
ゆっくり歩いて帰るわ。はい。じゃあね。バイバイ。